お前が寝るまで皆さんこんばんは上坂すみれのお前が寝るまでパーソナリティーの上坂すみれですお前ら楽しみに起きてたかということで9月2日土曜日お前が寝るまでが始まりましたぞいということで9月長月だ長月だともに行こうの長月じゃないですかえーとねいやまだ8月始まったばっかなんだけどね はい、<laughs> えっとあえ九9月ん九月だからもう夏休み終わっちゃったのやだー夏休み終わっちゃったのやだしかし社会人になると夏休みが3日あればいいと思うようになるのだ。なんということでしょう。 社会になど出たくはない。十五の夜。バイク。盗む。俺。あれ、そんな歌あった。<laughs> 俺、バイク盗む。<laughs> お前。お前。を。え。私、尾崎知識なさすぎない。あれ。最近。最近、ちゃんと聞いたはずなのに。なん、やっぱりさ、なんか。 こう学生時代にさ反抗心をちゃんと持ってなかったから、お先力が足りないのか。でもね。いい歌がたくさんあるんですよね。はい、ということで、夏休みの宿題も終わったのだろうか。でもさ大学生ってまだ,だ夏休みだったりしない。んなんか大学の夏休みって長いですよね。9月まであった気がする。しかも課題も。 なんか高校とか中学よりも楽だったような気がするから遊んだりねアルバイトしたりしてる人もいると思うんですけど私ねなんか夏休みの宿題何やっったんんだっけななんか一個だけね覚えてるのがさあの模造紙巨大なね紙にあの自由研究を書くみたいなの。 あったんですよで私本当にあの小学校の頃完全に無で何もなくあの何もない学ぶことも学ぶべきこともこの地球にはって思ってたんですけどその結果何かね全く見ず知らずのスーパーカーのカウンタックの歴史をね書いて提出したことあった気がする。カウンタックっていう車あるよね ランボルギーニですか私全然その何のことについて書いたかさっぱり覚えてないけどなんで小学校の免許もないし取る予定もない自分があのカウンタックの会社の歴史あの何年に あの「この車が誕生しました」でお写真貼ったりして車高の低い赤い車のなんか写真とかを貼り付けたりしてそれを大真面目に「あのこちらがあのランボルギーニ車です」みたいなのをあの説明したりして私も理解してないのに「なんでなん?」って全くわからないもうちょっとなんか親しみやすい研究対象にすればよかったのに。 それだけ覚えているみんなはねもっとなんかなんか自由研究らしいことやってた気がするんだよねでもなんか覚えてない朝顔が咲いてる時間にも起きられんねえしさしかも朝顔をさ教室から持って帰るのも重いのよもう私あの夏休み前の日こんなんで帰りましたよなんでみんな荷物小分けにして帰るのいつも あなたたちは、なんで一週間前から計画的に荷物を、教科書などを持って帰ることができたの。私にも説明、アドバイスしてよ。それ。こうなっちゃったじゃんって。朝顔と、図工セットと。あと、ハーモニカと。それから、リコーダーと。あと、なんか。なんか、時計、あ、なんか、算数。あの、お勉強セットと。あと、色鉛筆と、絵の具と。あと。 いろんな資料集と教科書とあと玲子ちゃんと書いてた自由帳五冊とあのそれから運動靴とあとなんか,かばんあの机の中に入っているバークマター <laughs> 机に手突っ込んでなんかあるみたいな <laughs> 何これ知らないって <laughs> とりあえず。 雑巾に包んで家に持って帰ろうっていうハテナハテナハテナとかだから通信簿通信簿はさ薄くてよかったですよねあのペラチですからそう,う全部持って帰りますからあと置き傘何よ置き傘置いちゃったっていいじゃない置き傘なんだから。 だからもうそういいじゃん小学校でずっとお気がさしたって。はい、ということでなんか小学校への不満になっちゃいましたけどとにかくあの夏休みの前に全部荷物を持って帰るのは大変ですということでしたはーいじゃ、えー、と早速行きましょう男道、えー。東京都えいみさんから頂きましたありがとうございます。ここんばんんんばばは。は。 8月7日のうるすやつらトークショー付き上映会に参加しましたアニメ11話を一気見した11話分ね お一気見した後にスミペのトークショーというすごく贅沢な時間を過ごさせていただきお尻の疲れが吹き飛ぶほどあっという間の1時間でした楽しそうにアフレコの様子やうるせえやつらについての考察を話す様子を見てスミペのうるせえやつら愛をひしひしと感じラムちゃんを演じているのがスミペで本当によかったなと心から思いましたわあ嬉しい また、うれせえ奴らコラボのハイヒールを軸にした真っ白なコーデも、すごく毛深かったです。素敵な時間、ありがとうございました。そうなんですよ。あの、皆様が、あの、十時半ぐらいに、朝の集合して、お台場に。で、アニメを、あの、オープニング、エンディング。オール飛ばさずで、十一話分ぶっ続けで、視聴し。その後に。 私とあの吉田アナウンサーさんがあの一緒にトークショーをするっていう合計でえ5時間オーバーのだってさなんかそれこそ名画座とかだったらさオールナイト上映とかあるじゃないですか新聞芸座とかでもさあのもう全部見るみたいな OVA 全部見るみたいなすごいやつあれのテンションで11話分ですよ。 でしかもこうお疲れであろうところにあのトークショーもめちゃくちゃ盛り上がって聴いてくださってでもやっぱりうるせえやつらのねなせる力というかやっぱりこうね好きなアニメってずっと見ててもね全然疲れないんですよね。もであのもう吉田さんがとっても、ね、あのうるせえやつらもうめちゃくちゃ多分 リアタイよりもちょっと年下ぐらいの世代間の方でで娘さんとね一緒に見られてるっていう方なんですけれども娘さんが普通にこう「ラムちゃんかわいい」って言ってるんだみたいな話してくださったりもうなんかいろんなねキャラクターの話したりして一応打ち合わせあったんですけどあのトークショーをなんと吉田さんは台本をバインダーでさ普通 MC の人ってさあのやるじゃないですか。 あのこのキャラクターについてはどうですかとか演じてみてどうでしたかとか普通 MC の人ってそうなんですよバインダーこうやって持ってて持開かないんですよそうずっとバインダーこうやって持ってて <laughs> あの台本一切開かず打ち合わせも5分ぐらいで「はい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 」みたいな感じで,であ終わってで最後のお知らせコーナーになって開いて <laughs> お知らせ読んだらまた閉じて。 2分しか台本を使わなかったっていうねかなり自由なねイベントでしたでも,うなんかでもうんかうるせえやつらって本当になんかねもうそれこそキャスト大集合イベントとかになったらもうアリーナクラスになっちゃうと思うんですけどもうそれをあえてすごいクローズドでなんかあの配信とかもなくこのなんか メディアとかも囲みとかも入れずにこうイベントをしているところに何か何だろうなすごい愛情をね感じるっていうでも私の夢的にはもう本当にもうメインキャストさん勢ぞろいでなんかこう朗読劇とか,なんかこうキャストトークとかあって大きな会場であのこう令和の方も平成の方も昭和の方もなんか盛り上がって。 みんなでなんか、ね「ラブのラブソング」とか歌えたらみんなで歌うもんじゃないのかなラブのラブソングは <laughs> みんなじゃないかキャスト全員で歌うやつじゃないかあれはどっちかというとですよ、ね、なんだろう大合唱できるえみんなで「東京シャンディランデブ」とか難しいかパート分けすればいいのか一人一行ずつ歌うとかそれはエモい。 エモい,です、ね、いいですね「アユウエとかね。で「なんでオープニングエンディングをあのカットしなかったんですか?」ってあのスタッフさんがあの説明してしててあの結構もう監督たちのこだわりでこのタイミングでエンディングを入れるとかオープニングはあの「 あのここに刺すみたいな感じで毎回決まったところに入ってるわけじゃないのであのオープンエンドはカットしませんでしたっていうですねこだだわりの上映会だったんですね<ん>はいなのでそしてね「うるせやつら」コラボの,あのお靴なんとね3色出てたんですけど私そのうちの2色をもう予約しててそしたらでも届いたんですけどそしたら現場に行ったら」 買ったややつつと全く同じやつをいい私が買ったのがねすごいラムちゃんカラーの黄色いやつとそれからちょっとねあの白,白地にラムちゃんが着てる制服みたいな青いリボンがついてるハイヒールだったんですけどもうそれがねめちゃくちゃかわいいんで。 もし、ね、まだどこかで手に入れられる機会があったら皆さんもぜひね履いてほしい夏にすっごく映える、ね、お靴なので、はい本当にめちゃくちゃうるせえやつらグッズ出てるのでもうねぜひ見かけた際はねラムちゃんはお迎えしてもらえると他のキャラもねいっぱいグッズ出てるのでもうねお迎えしてもらえたら嬉しいです、はい、では曲に行きましょう聴いてください。上坂すみれで は上坂すみれででーーフューチャーバカンスでしたえー、5年前の2018年9月2日に「ノーフューチャーバカンス発売記念トークミニライブお見送りハイタッチ会「裏ハイタッチメモリー」が開催されました <laughs> 夏あとダメ <laughs> このいやなんかね大山ハッピーロードに行ったりね 私はねあのあいう系の企画が大好きだったんだなはいではここでお知らせですスミルウェからライブ2023テイルズオブスミペブルーレイは発売中です そして上坂すみり10映目のシングルハッピーエンドプリンセスが10月18日に発売です表題曲ハッピーエンドプリンセスはテレビアニメティアム u n 帝国物語断頭台から始まる姫の天才逆転ストーリーのオープニングテーマです現在予約受付中その他フェスやライブのゲスト出演も決定しています最新情報は公式ホームページや SNS をチェックしてくださいここですみぺ大予言の発表です日日曜日から1週間運がいいいなお前だはい お尻が取れる夢を見たああ、取れたんだよお尻がかわいそうだ長時間座ってると本当にこんな夢見るのかな水曜どうでしょうでしか見たことないけど大変だよねはい。じゃあ後半はこのコーナーですチャーハン、えー、チャーハンとは愛すべきもののこと チャーハンみたいに愛しているもの。推しているもの、ハマっているものを教えてもらうコーナーです。私がハマりたい。これは好きチャーハンだね。と思ったものには番組特製ステッカーを差し上げます。はい、じゃあ、まずは埼玉県のそばんちゅさんのチャーハン、私のチャーハンはサメ映画です。 先日、サメ映画学会という催しに出席してから一気にはまってしまいました。この世には170種類以上のサメ映画があり、まともな映画では5等分のモフモフザメが登場するファイブヘッドシャークから、ツッコミどころ満載のウィジャシャーク2。ウィジャとはコックリさんのこと。 井戸から貞子ではなくサメが出てくる井戸シャークまでバラエティ豊かな作品があります現在毎日一本ずつ見ていますが全く飽きません年末には温泉シャークや中澤たけしさん主演のラブシャークも公開予定なので興味があればぜひででででサメ映画ファンでサメ映画好きやつうわそうなんですよ 私、こんなに絶対近い畑にいるはずなのにキョンシン映画とどっこいどっこいだろうあのサメ映画っていや、えお怒られるキョンシン映画とさサメ映画ってどっこいどっこいじゃないの <laughs> ぜサメがさバーンするかキョンシンがピョンするかどっちかでしょちゃうんあの、そうサメ映画 あの映画なんか映画秘宝とかを読んでるとさ必ずあと「ポパイ」とか映画特集の本を読んでると絶対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 にサメ映画のページがあるの。でサメ映画フリークの方がいてあの,あの次はこのサメ映画が来るサメタイフーンみたいなあれさなんかサメタイフーンみたいな映画ないなんか「シャークネードだ」だ ああ、冷め力足りな、はい、そうなんだけどね、私さ、ちっちゃい頃見たさ、ジョーズがさ、怖すぎて怖すぎて、もうあのスピルバ、え、ジョーズはスピルバーグ、ドゥンドゥンドそうです。そう、あの普通に怖くて歯並びも良すぎだし冷めって。 I get one shark! No! みたいななんかさ「女んところで泳ぐなよ」って <laughs> そんなところで泳ぐからサメが来んねんでもそれがいいんだよねきっと<ん>美女がさ「うん u t i f u l sea みたいな感じです <laughs> あのそう私サメ映画はねそのジョーズのトラウマのせいでさ 見れてないんですよ。よサメに食べられない映画もあるのかな。それ見たい。それとかさあの冷めたサメみたいなさやつもあるのかな。でもあるんだろうね。だって井戸から出てくるんだもん。絶対面白いじゃん。あと、中澤剛さん主演おめでとうございます。たけしさんが映画の主演え、それはたけし推しとしては見なきゃだよな。 えち,ょっとちょっとそれだけ調べるねラブシャークだけえあこれかなサメ映画×心霊ドキュメンタリー第2弾「ラブシャーク」呪いの井戸に近づいてはならない貞子いやサメだこの井戸深くね <laughs> 何それ <laughs> 何それ何をおっしゃってるのしかも第2弾なんですね イドシャークの続編なのかなすごいうわえ。キョンシン映画とやっぱどっこいどっこいだよ絶対<え>あの私さキョンシン映画大全っていう本は持ってるけど本当にね多分ジョーズがさえ見られればジョーズが多分霊言同士に該当する映画でしょでも私はスピルバーグの1941が見れたからきっとスピルバーグの 映画をね見られるはずなんだよ。だからうーんまあスープはい <laughs> スープからサメが出てくる話だってあるわけだよねきっとだってほら負荷でしょあいつらだから負荷ヒレの恨みおそだからスープを覗き込んだらサメが映っててそっから ホログラムのサメが襲ってきて、うわーみたいな恐怖の中華飯店。ふなんか、ち血,血みどろのフカヒレ。たいな。<laughs> できるよ。世界三大恐怖珍味。ラブフカヒレ。だ <laughs> めだ。サメ力がダリン。はい、じゃ、続いて。うんと。 えー、栃木県のマルピさんのチャーハンスミぺ姫様ごきげんようでございますごきげんようですわ、えー、姫様もご出演したことのあるテレビ番組、えー、タモリクラブがチャーハンでしたそれは もう1チャーハンですね、えー、マニアックな内容がお気に入りで特に鉄オタでもないのに鉄道関係が興味津々でした皆さんの熱量が凄まじくて終了のニュースを聞いた時はショックでしたまたすみぺ姫様の勇姿を期待していたのでこれは <laughs> ほんまそれいやでもねやっぱりねこう。 タモリークラブ様が残した功績は偉大ですよもう何でも題材にできるっていう私ね見ててねやっぱ好きな回はねあの街のさブロック兵マニアの会がねめっちゃ好きなのよあの結構文京区には生き残ってるんですけどあの最近あのブロック兵が減っていると思いませんかあれブロック兵なんかいろいろなね実はね 松の模様だったり、紅葉波っぽい模様だったり。特にね、鎌倉市には結構ね、現存していると思うんですけれども、郊外に行けば、まだまだね、いろいろな。あの和風の塀が、ドラえもんのね、あの横に出てくるような塀が残っているわけです。あの貝を見た時ね、すごい絵もみを感じた。鉄道の貝もね、好きだから。鉄道といえば、やっぱりね、あの市川紗椰さんがさ、本当に。 鉄道相撲色々好きみたいなボトムズも好きだしねボトムズの回がなかったのだけがちょっとね心残りですねタモリさんがボトムズを鑑賞したらどんな感想が出てくるのか「古いねー」みたいなとかなるのかなでもアニメ背景の回とかもありましたしねそうであのね市川さやさんと前にね誓いを立てたんですよ。 一緒に遊んだ時になんか市川紗やさんってあのクラッカーのさリッツっていうさ丸いやつある,ある箱に入ってて私ね全然リッツをねあのちゃんと食べたことがないんですよ。でも世の中にはリッツパーティーっていうのがあるらしくてリッツパーティーって言ったら上坂さん リッツパーティーをしたことないんですかって。で、もう一人の女性の方に、ないのすみれちゃん、リッツパーティーがないのって二人で、信じられないリッツパーティーをしたことがないなんて、リッツパーティー最高って言われて、そうなの そうだよすみれちゃんリッツパーティーっていうのはねそうよリッツパーティーっていうのは何て言ったって自由なのそうですリッツには何でも乗せられるんです例えばチーズでもいいしそうスモークサーモンでもいいのよおまけにオリーブでもいいし甘いものが欲しかったらラムレーズンなんかもいい最高最高最高ってそうなんですかでここハモリねそうだから リッツパーティーをしたことがないなんてもったいない!」って言われて「今度じゃあぜひリッツパーティーですか?」をお願いしますって「おうともや」みたいになってそう私は今度初めてリッツパーティーをえっ待ってえっリッツパーティーってさえ日本の文え日本の普遍的な文化なんですか リッツパ、リッツパーティーした。リッツパーティーした。したとリッツパーティーよ。リッツパーティーしたんですか。何回。リスマスリクリスマスに。<laughs> 複数人で。クリスマスに複数人の人間が一つの建物に集まって。<laughs> リッツパーティーを何時まで。 23時まで危ないよ危ないえっええやばやばリッツパーティーリッツパーティー王がいるええやっぱ上流階級の遊びなんじゃねこれやっぱりあのなんかこうクリスマスに 暖かいたき火とかしてあのなんかこうロッキングチェアでおばあちゃんがこうやって編み物してる横であの蝶ネクタイつけた子どもたちがあのなんかリッツを持ち寄って「あの僕んちはキャビアを」とか「いえいえうちはこの最高級の何ですか <laughs> トマトを <laughs>」 とか「いえいえうちはアンチョビを」とかやってでそれを5,000頭しか持っていないあのストリートの,あの子たちがハンバーガーを分け合って「これだから金持ちはよ」ってなってそこから「第一部が始まるんだわそう俺は金持ちが嫌いだ!」って言って。 リッツパーティーは富田象徴なんだよきっと豊かさのもう富名声リッツ <laughs> やべえそんなパーティーしちゃうの私これから今度市川さんに会ったら私リッツパーティー3人でドキ女だらけのリッツパーティー <laughs> 何時に終わるのこれやめられないよ夜が明けるまで。 なんちゅうかいだチャーハン <laughs> リッツチャーハンあかんねんそんなリッツにチャーハンはあかんねん <laughs> おかしくなる帰れなくなる終電なくなる朝日昇る <laughs> やばいウィ,ウィ,ウィイパーウィーパーウィーパーウィーパアジアジハって書くやつあれなんて読むのィウィイパーウィーパー ウェイパーリッツにウェイパーああウィー味の素えやばいって香味ペーストああククドゥああやばいよお腹がリッツでパンパンになるまで帰れないんだよそのパーティーは,はあ、緊張してきたはい生きて帰りたいと思います今日のお前が寝るまではここまでです 今日の放送は一言でまとめると俺はリッツパーティーをクリスマスにした <laughs> というのは多分マウントです <laughs> すごい富名声リッツでしたねはいそれではここでお別れですお前らいい夢見ろよそんなこんなでおやみ